神宮寺裕太からの誘いを断ったことで、岩橋は自身の方向性と夢を明確に持っていることが示されました。また、ナンバーアンダーライン I のファンの中には、現在の3人のメンバーで十分だという意見が多く見られます。岩橋元気が神宮寺裕太からの飛べの誘いを断った背景には、多くのファンの間でさまざまな意見が飛び交っています。まず、 トベへの参加という提案自体が一部のファンにとって驚きでした岩橋元気は独自の個性を持つアーティストでありそのスタイルや方向性がトベのカラーと一致しないと感じるファンも少なくありません特に彼のタトゥーはその象徴の一つでありそれがトベのイメージとは異なるという見方があるのですさらに岩橋のキャリアにおける過去の経験や現在のスタンスも 彼がこの誘いを受け入れなかった理由の一因と考えられます。ファンの間では、彼が一人で活動する方が合っているという意見が多く見られます。これは彼のパフォーマンススタイルや個性がグループ活動よりもソロ活動で発揮されやすいという認識に基づいています。また、彼がアメリカの事務所に移った際には、プリンスとの再結成を期待する声もありましたが、 最終的にはソロでの活動に専念する決断を下しました。神宮寺裕太からの誘いを断ったことで、岩橋は自身の方向性と夢を明確に持っていることが示されました。ファンの中には、この決断を支持し、彼の選択を尊重する意見が多い一方で、渡米の参加を期待していたファンも存在します。特に、神宮寺裕太との再共演を望む声は根強く、 彼らの友情や絆がファンにとって大きな意味を持っていることがうかがえます。また、ナンバー・アンダーライン I のファンの中には、現在の3人のメンバーで十分だという意見が多く見られます。彼らのパフォーマンスやキャラクターが一体となって、強力なユニットを形成していると感じているため、新たなメンバーの加入がそのバランスを崩すことを懸念する声もあります。このような背景から、 岩橋がにに加入しなないいいとととう選択はファンっっててもも理解できるものとなっています彼の健康状態もまた大きな要因です過去に体調不良で活動を休止した経験がある岩橋にとって自分のペースで活動することが最も重要でありそれが彼の健康とキャリアの両立につながると考えられますグループ活動は一人の負担が増える可能性があり ソロ活動の方が柔軟に対応できるため、彼にとっては適していると言えるでしょう。そして、彼のソロ活動に対するファンの支持も強力です。彼がどのような形であれ、ファンは彼の選択を尊重し、応援し続けています。彼の芸術性や感性が発揮される場所で、彼が最大限の力を発揮できることを願っているのです。彼の独特なスタイルや表現方法は、 多くのファンにとって大きな魅力であり、それが彼のソロ活動を支える重要な要素となっています。一方で、神宮寺雄太が彼を誘った理由についても考察する価値があります。彼らの間には深い友情があり、共に過ごした時間や経験が強い絆を生んでいます。そのため、神宮寺は岩橋と再び一緒に活動することを望んだのかもしれません。しかしか 岩橋がその誘いを断ることを選んだ背景には、彼自身のキャリアに対する強いビジョンと、自分の健康を最優先に考える姿勢があったのでしょう。最終的に、岩橋元気の選択は彼自身の人生とキャリアにおいて最も重要なものであり、ファンはその選択を尊重し続けるでしょう。彼がどのような道を歩むにせよ、その歩みを見守り、応援することがファンにとっての喜びであり、 彼との絆を深める一つののの方法なのです。彼の今後の活動に対する期待とともに彼が健康で幸せであることを願うファンの声が絶えないのも彼がいかに愛されているかを物語っています岩橋がソロでの道を選んだ一方でナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーや他のジャニーズの仲間たちとの関係性も注目されていますそれぞれが異なる道を歩みながらも彼らの絆は依然として強く ファンにとっても心温まる存在ですお互いの成功を応援し合い共に成長していく姿は多くのファンにとって励みとなるでしょうこのように岩橋元気が神宮寺由太からの飛べの誘いを断った背景には多くの要因が絡み合っています彼自身のキャリアビジョン健康状態そしてファンとの絆がその決断を支えていますこれからも彼の選択を尊重し 応援しし続けるることととがファンにとってのの最大の喜びとなるでしょう彼の未来がどのような形であれ彼が自分自身に忠実であり続けることを願ってやみません彼の音楽やパフォーマンスがこれからどのように進化していくのかその一歩一歩を見守りながらファンは彼との新たな物語を共に紡いでいくことでしょう岩橋元気の未来に期待し彼が描く新たなステージに胸を躍らせる日々が続きます 最後に、岩橋の選択について考える際に、ファンとしてどのような視点を持つべきかを再考することが重要です。彼の健康と幸せが最優先であり、そのためには彼が最も自分らしくいられる場所で活動することが望ましいのです。彼の選択を尊重し、彼が描く未来を楽しみにすることが、真のファンの在り方と言えるでしょう。岩橋元気が選んだ道、 それは彼自身の信念と価値観に基づくものでありその決断を支えるファンの存在が彼にとっての大きな力となりますこれからも彼の活動を応援し続けることで彼の成功を共に喜び彼の歩む道に光を灯す存在でありたいと願います彼の選択に対するファンの反応は様々ですが一つ共通しているのはみんなが彼の幸せを願っていることです ファンが彼の決断を尊重し、理解しようと努める姿勢は、岩橋元気というアーティストが築き上げてきた信頼関係の証とも言えるでしょう。また、岩橋の健康状態についても、ファンは深く気遣っています。過去に体調不良で活動を休止した経験がある彼にとって、無理をせず自分のペースで活動することが非常に重要です。そのため、グループ活動ではなくソロでの活動を選んだことは、 彼自身の健康とキャリアを守るための賢明な判断と言えるでしょう。ファンもまた、彼が健康であることを最優先に考え、彼の選択を支持しています。さらに、岩橋元気のソロ活動に対する期待も高まっています。彼の独特なパフォーマンススタイルや音楽性は、ソロアーティストとしての彼を一層際立たせる要素です。彼がどのような作品を生み出し、 どのようにファンとの交流を深めていくのか、その未来に対する興味はつきません。ソロアーティストとしての彼の可能性は無限大であり、その成長を見守るファンにとっても大きな楽しみとなるでしょう。一方で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとの関係も重要です。岩橋がグループ活動を選ばなかったことは、彼の個性や方向性を尊重するための選択であり、 これが他のののメンバーとの関係に悪影響を及ぼすものではありませんむしろお互いに異なる道を歩みながらもその絆は変わらず強固であり続けていますファンもまた彼らの友情と絆を大切に思いその関係を見守り続けていますまたファンが岩橋元気を応援する理由はその人柄にもあります彼の誠実さや真摯な姿勢はファンにとって非常に魅力的です 彼がどのような困難に直面しても、それを乗り越える強さと決意を持ち続けている姿は、多くのファンにとって励みとなります。彼の努力と情熱が伝わるパフォーマンスは、ファンに感動を与え続けています。さらに、彼の活動に対するファンの期待は、彼が描く未来への希望でもあります。彼の新たな挑戦やクリエイティブなプロジェクトに対する期待は高まり続けており、 その一歩一歩がどのように展開されていくのかを見守ることが楽しみとなっています。彼がどのようなステージを見せてくれるのか、その未来に対する期待感がファンを引きつけてやまないのです。そして、彼の選択を通じて、ファン自身もまた、自分自身の人生における選択について考える機会を、得ることができるでしょう。岩橋元気が示したように、自分の健康や幸福を最優先に考え、